日渋谷ラママ冷蔵菜園ライブやります。イエーイ。冷蔵菜園はどんな曲をやるんですか？レーザー水蓮っていう、あ、そうだね。レーザー水蓮っていうラスっていう人たちのコピーやります。おお、すごい。アニメの、そうですよね、はい、いい曲が多いバンドだと聞いております。本当にお歌大変じゃないですか？うん、楽しいです。楽しいですか？はい、でもやっぱり肺活量は必要です。じゃあそんな肺活量をフルに発揮していただいて5月22日たくさんの人に来ていただきたいですね。はい、はい、100人ぐらい待ってます。ということで、そうです、ありがとうございます。配信もやる予定です。はい、わかりました。ありがとうございました。現場からは以上でございます。ありがとうございました。